こんな体で大丈夫？こんにちは、ミルキーです。うちのおデブハムちゃんが痩せてくれないなんて悩みをお持ちの方いませんか？今日はそんな方に朗報です。おデブハムちゃんの実はすごいところご紹介していきます。もちろん人間同様過度な肥満は NG ですので、太りすぎていないかのチェック方法や対処法もいくつかご紹介していきますので、最後までご覧ください。それではレッツハムカツ。まず我が家のおデブちゃんたちをご紹介させてください。ジャンガリアンの男の子ペコくん。ジャンガリアンの平均体重はざっくり 40g 前後、現在 54g。 やばい。そしておデブ一歩手前、ロボロフスキーの男の子ラテくんです。ロボロフスキーの平均体重はざっくり 23g 前後、現在 31g。 なぜこの2匹は太ってしまったのか。ラテくんの場合はもともと体が大きいというのもありますが、小さい時からおねだり上手で手にも乗ってきてくれるので、よくおやつを渡していたからです。そしてペコくんの場合は圧倒的運動不足。こんなに広いお家だというのに、いつ見ても寝てるかご飯を食べているか日課のお皿かじかじかなんですね。それに加えてご飯も毎日完食しています。掃除をするたびに貯蔵庫を探すんですけど、もう全く見当たりません。そりゃね、ご飯食べるだけ食べて運動しなかったら太るよねっていう話です。ではでは本題に入っていきましょう。おデブのすごいメリット3つご紹介します。まず1つ目、もらったご飯を全部食べる。貯蔵することが本能であるハムちゃんが、もらったご飯を全部食べるということは毎日ご飯がもらえるということを理解しているんです。で、何がメリットなのかというと、貯蔵庫も清潔だし、古くなったものを食べることがないんです。皆さん想像してみてください。室温で何日も放置されているカット野菜って食べたくないじゃないですか。なんか腐ってそうじゃないですか。ましてや貯蔵庫に運ぶために一度保袋に入れてるんで、唾液がついてる野菜なんですよ。嫌じゃないですか。野菜に限らずなんですが、何日も放置されたご飯を食べてしまうと下痢や食中毒の可能性が考えられるので、全部食べるハムちゃんって実はすごくいいことなんです。で、余談にはなりますが、ハムちゃんによっては腐りやすいものはすぐに食べてくれる子もいれば、何でもかんでも貯蔵する子もいます。数日に1回は貯蔵庫を除いて、腐りやすい野菜などが残っている場合は取り除くようにしてあげてください。2つ目、年を取った時にガリガリにならない。老化が進むと食が細くなり、痩せていくハムちゃんが多いです。しかし、もともとおデブだったハムちゃんはガリガリになりにくいんです。で、現在1歳7ヶ月のロボロフスキーのミントちゃん、人間にして約55歳なんですが、一度病気をしてしまってからガリガリになってしまって、高カロリーなものをよく与えてるんですが、ガリガリなままです。で、見ていてちょっとかわいそうになってきます。で、こんなガリガリなのに、もしまた病気をしてご飯が食べられなくなったらと考えると、持ちこたえてくれるのか心配になりますよね。というとこからつながるメリット3つ目、急な病気でご飯が食べられなくなった時に脂肪という蓄えが役立つということです。獣医さんに教えてもらった一言、体重は体力。体重があるということはそれだけ体力になるということ、食べられる時に食べさせてくださいと言われました。もちろん過度な肥満は病気のリスクになるので良くないですが、ちょっとしたおデブちゃんは問題ないようです。
ということで、太りすぎかどうかを見極めるポイントをご紹介します。ここでは見た目でのポイントを紹介します。見るからに丸い、毛艶が悪い、ひっくり返ると自力で起き上がれない、お腹の毛がすれてはげている、毛艶が悪いというのは分かりにくいと思うので補足しておきます。毛がパサパサしている、一本一本がほぐれている状態ではなく、毛束感があるような感じです。人間で言うと何日もお風呂に入っていないような髪の毛をイメージしてみてください。なんとなく伝わりましたか？伝わってなかったらごめんなさい。で、おデブ代表のペコくんを当てはめてみると、うん、丸いよね。そんなことない、サラッサラ、ふわふわ、なんならキューティクルすごいんやぞ。起き上がれます。そんなことはない。もしハゲていたら極度の肥満です。すぐにダイエットさせてください。当てはめてみると、ペコくんはそこまで太りすぎではなさそうなんですね。体重は体力だと獣医さんに言われるまでは、ペコくんをどうにかダイエットさせなきゃと思い込んでいたんですが、今はこのままでいいかなと思ってます。もし太りすぎているなと思ったらダイエットさせてください。まず簡単に体重を減らしたい方は、主食をヘルシータイプのものに置き換えるのがおすすめです。我が家はこちらのヘルシープレミアムを使用していました。ペコくん、ラテくんによって効果は実証済みです。2匹とも普段のペレットをヘルシープレミアムに置き換えると、2週間で 2g ほど体重が減りました。今はいつものペレットに戻したので、見事に 2g ぐらい太りました。そして与えているおやつを見直してみてください。ひまわりの種やくるみなどのナッツ類、チーズなどカロリーが高いものを与えている場合は、ヘルシーな野菜に置き換えてみてください。そもそも毎日おやつを与えているよという方は、徐々におやつの回数を減らしていってみてください。それだけでも体重は減ってくると思います。あと、飼い主にできることはケージを大きくする、部屋散歩をさせるぐらいです。ここまで来ると、あとはハムちゃんに頑張って運動してもらうしかありません。たくさん運動すればするほど痩せます。これも我が家のロボロフ3匹たちが実証済みです。いつ見ても回し車を走り続けている時期が数ヶ月ありまして、この数ヶ月で3匹ともみるみる体重が痩せてきました。なので、ご飯の量を少し増やすと戻ったのですが、次は日中に走らなくなって夜だけ走るようになると、3匹とも太っていきました。ハムちゃんも人間と同様で、痩せようと思うと運動が大切なんですね。いかがだったでしょうか？皆さんの飼っているハムちゃんたちは太りすぎていませんか？気になった方はチェックしてみてください。逆に標準体重の下の方という方は、少し太らせてみてもいいかもしれませんね。これから老後を迎える我が家のハムちゃんたちはデブエット頑張っています。デブエットを頑張っているハムちゃんたちにエールのコメントお待ちしてます。少し太ってもいいんだなぁと悩みが解決した方、おデブハムちゃんって可愛いよねと思っている方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。